そうめん方面の会。このところ暑い日が続いたので、そうめんでも食べようかという気になって、そうめんを食べに行った。近所のそば屋に行った。この店は無論そば、うどんが主体なのだが、納豆定食もやれば焼き鳥もやる、ラーメン当然、冷やしトマトありますといったような、けじめということをあまり考えない店なのである。そうめん、冷麦、各600円とある。そうめん含む冷麦は夏になると必ずそば屋に出現するメニューだが、僕はこれまでこういう店でそうめんを食べている客を一度も見かけたことがない。客がこぞって注文するという品物ではないようだ。しかしこうして夏になれば必ずメニューに出現するところを見ると、誰かがいつかは注文して食べているはずだ。そうめんは誰でも作れるし、味にそれほどの差は出ないから、何も外で金出して食おうという気になれないというところがあるのかもしれない。だから外でそうめんを食べている人は多少奇異の目で見られる。ちょうど昼飯時だったので、近くの会社勤めの OL3 名と相席になった。 OL3 名は自分たちの品物が到着するまでの間、変わる変わるちらちらと僕のそうめんに視線を投げかけるのであった。そうめんおよびそれを食べている僕に対して不審ないしは当惑の表情を隠さないのであった。深いというほどではないが、楽しかるべきランチタイムに自分たちの周辺で起きてしまった好ましくない出来事として捉えているようであった。そうめんはどうしてそのような扱いを受けるのだろうか。その理由の一つに、実態の割に値段が高いということが考えられる。例えばこの店のラーメンは350円である。ラーメンはスープで評価が決まるところがあるから、スープには手間も暇もかける。かつぶし、昆布、煮干し、豚骨、鶏ガラ、玉ねぎと手間も暇もかける。手間も金もかける。焼き豚、シナチクにもきちんと味をつけなければならない。一方、そうめんの方はどうか。そうめんの丼に入っているのは水である。くどいようだが、ただの水である。金も手間も暇もかかってない。焼き豚、シナチクに相当するものは、この店の場合、きゅうり2切れ、みかん2袋だ。きゅうりは切っただけだし、みかんは缶詰から取り出しただけだ。これで600円取るのだから、いい度胸だと言わなければならない。ラーメンは儲けがないから、その代わりそうめんの方でうんと取って帳尻を合わせようという魂胆に違いない。ラーメンの形をそうめんでという考えがそば屋にあるとしか思えないのだ。そうめんは食べていてなぜか虚しい。いや、注文する時からすでに虚しい。ラーメンとかカツ丼とかを注文する時のあの熱い期待感がまるでない。水底に寂しく沈んでいるそうめんの白い塊が目に浮かぶだけだ。この寂しさを覆い隠そうと、店側はさまざまなものをその上に飾り立てる。さくらんぼ、梨、桃、トマト、しその葉、薄焼き卵、エビ、しいたけ、ハム、そしてきゅうり、みかん。うんと値段の高い店ではこれら全部を投入しているところもある。こういうそうめんは最初のうちこそにぎやかできれいだ。それぞれが定位置に座を占めている。しかしひとたび食べ始めれば座は乱れ、これら浮遊物はあちこちに散乱し、沈み、ちぎれ、さながら洪水の後の被災地のごとき様相となる。八百屋と果物屋と肉屋が洪水にあって、店先から品物が流れ出たというような光景となる。
あるいは難破船が沈んだ後の太平洋上といった惨状にも見える。水に浸かってしまった被災品、きゅうり、ハム、エビなどはうまいはずもないから当然食べない。ただひたすらそうめんだけを食べる。だから外で食べるそうめんは食べた後の充実感が極めて薄い。白くて細い麺を繰り返し繰り返し食べたという記憶しか残らない。量が少ないせいもあって何か物足りなく、栄養的にも何もなかったと食べ終えて虚しく、お金を払う時も虚しく、きとも虚しい。その代わり家で食べる時のそうめんはこれと全く逆の現象になる。物足りないどころか食べに食べて気持ちが悪くなるまで食べてしまう。家で食べる時は大きな器にどっさりとそうめんを持ってテーブルの真ん中に置く。それを各自が好き勝手に取って食べるという方式が多いはずだ。これだとどのくらいの量を食べたかがわからない。わからないからどんどん食べてしまう。冷たいし、口当たりはいいし、喉越しもいいし、さっぱりしているからいくらでもお腹に入る。しかも休むことなく次から次へ箸が出ていく。ラーメンのように熱いもので、でもあれば途中一休みというひとときがあるものだが、冷たいからそれもない。もうこの辺でやめようかなと思い、一旦箸を止め、目の前の涼しげなそうめんを見るともなく見ていると、ごく自然にまた箸が伸びる。もうやめた、今度こそ本当にやめたと決心して箸を止めるが、いつの間にかまた箸が出てしまう。そして、うん、なんかこうお腹がくちくなってきたようだなと気づいた時はもうすでに遅いのである。ここから突如として急激に満腹感が襲ってくる。満腹感というものは普通は徐々にやってくるものだが、そうめんに限っては常に突如であり、突如の後の加速感がまたすごい。急に苦しくなって前かがみになって食卓を離れ、這うように泳ぐようにしてソファーのところにたどり着いてばったりと倒れ込む。まさに食い倒れである。僕はこれまで何回食い倒れを経験してきたことか。食い倒れとは言っても大阪あたりの本格的な食い倒れではなく、たかだかそうめんの食い倒れであるから、経済的な損失はそれほど大きくはない。そうめんばかりは誰でも毅然とした終了は無理のようだ。迷い抜いた挙句の倒れ込みつきの終わりになってしまう。